皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。ソフトークです。今日は名古屋のお隣、海女市にある地獄寺観音へ行きます。尾張四観音の一つです。尾張四観音は名古屋城から見てその年の恵方に近い観音様をお参りすると御利益があると言われています。2022年の恵方は北北西です。2022年は地獄寺観音が恵方で節分にはにぎわうことになります。人混みが嫌いなので少し早いけどお参りすることにしました。ゆかりさん、三角の A、地獄寺って検索してくださいな。何のことか意味不明だけど調べてみるわね。いろいろ出てきたけど、あっこの記事がわかりやすいかな。どれどれ。で、めちゃやばい新スポじゃないの。入居者が次々と変になったり、不幸になったり。カノギゴアイコさんも、ここはやばすぎて取材を拒否して、番組取材ができなかったとか。それがどうしたのよ、あれ。三角の家跡地。ちょっと待って、すぐそこじゃないの。そうなんです、今では駐車場になってしまったけど、そこでも幽霊が出るとか眉唾な噂話があります。この右側です。2015年のストリートビューにはバッチリ廃墟が映ってますね。ちょっとこんなところで信号待ちしないでよ、早く車を出して。あう、そんな無理難題ぶつけられても無理ですと言おうとしたら信号変わりました。昔から何度もこの道を通りましたが、不気味なものを感じたことはないですけどね。でもあの駐車場を借りて車を置く気になる？嫌です。さて、心霊ネタはこれくらいにして、地獄寺観音の情報をお願いします。はいはい、わかりました。愛知県の公式観光ガイド愛知ナウから引用させてもらいます。地獄寺観音の正式名称は鳳凰山地獄寺。ある漁師が漁をした際に金色の小観音像が網にかかり、入り江の傍らに僧堂を構えたのが始まり、名古屋城築城の際に尾張四観音として信仰を集めました。全国有数の高さを誇る三重の塔は国の重要文化財にも指定されています。到着しました。国指定重要文化財である南大門。三軒一戸の楼門で、屋根は入りもや作り、こけら葺き。仮想の中央を通路とし、その両脇後方に金剛力士像を安置しています。なんと運慶作と言われています。この存在感のある南大門は、県内最古の楼門の遺構で、鎌倉時代初期の和様を基調とした雄大な建築。他にも、国指定重要文化財の三重の塔と東門が見られます。この後、しばらくは極力解説を控え、映像と BGM のみで進めます。気質の過去動画を再編集し、言葉に頼らず、感性に直接働きかける動画を作ってみたいと考えています。まあ、外国人の方でもなんとなく、良いな、と思ってくれる動画を目指します。考えるな、感じるんだ、そんなコンセプトです。勝った俺になるかもしれないけど。
隣の恵比寿様、大黒様をお祭りしている寺院、大徳院を参拝し、ふとに着きました。ギリギリ年内アップできました。冒頭で心霊ネタがあるので、正月アップは避けたかったのです。ふふ、視聴者さんは、正月に見ることになるけどね。まあ、正月ネタじゃないからいいか。当チャンネルは、名古屋を起点としたお出かけ動画を、題材として、ボイスロイドやチェビオなどによる愉快な会話で構成し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば動画作成の励みになり、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。オラトリアムの中、手に得た聞こえた出会えた仲間、流れていく時の中で見つけた夢はこれ、ないことがいくつもそこから込み上げてくる。命をかけて生きている人の影で僕らは笑ってる。誰も教えてはくれない本当に大切なことを、叩き込まれる頭ごなしのとりあえずだとか、まずはさ大人はいつだってそうだ、経験不足だけども。2022年が皆様にとって良い年になりますように。完成